あ、うっそーん。あ、こいつ、やっぱそうなんちゃう？じゃあ。なんかバレてもあれならへんから。おい、女子トイレ入ってきたぞ、俺。動かない。あ、来た来た来た、オッケー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 。ナイスナイス。さあ、みるりちゃん。二度も後ろを取られるなんて、伝説の男が聞いてあきれ。そんなこと言わんといて。君がメリル、男になりきるには無理があるな。メリルシバーパーク。ここは男子禁制よ。君がこんなに女らしいとは思わなかった。口説き始めたで。口説き文句ではないわね。ほんと口説くね。ムキムキやな、ほんで。メリルちゃんな。まあ、私を口説いても無駄よ。入隊時に異性に興味を抱かないサイコセラピーを受けてるから。何それ何それ。口の聞き方、メリルに間違いないよ。怪我はないか。今のところはね、ゲノム兵のふりをしてたから。着替えたのか。その格好よりは奴らの兵装の方がマシだぞ。もう自分を偽るのやめたの。急にどうした。本当は服に血の匂いがして。そのマークは。これペイントタトゥーよ。本物じゃない。私この頃のフォックスハウンドが好きなの。おじやあなたがいた頃の。今のようにジーンセラピーもなかった。伝説のヒーローたちがいた。戦場に英雄はいない。俺の知っている英雄はみんな死んだか刑務所に入っているかのどちらかだ。なるほど。スネーク、あなたは英雄よ。違うの。戦場でしか自分の意味を見出せない男だ。傭兵には勝敗など意味がない。戦争で勝利を収めるのはいつも民衆だ。かっこええ。声マジかっこええな。あなたは人のために戦ってるわ。誰かのために戦ったことは一度もない。俺には生きる目標はない。生きがいもない。そんな。戦場で死をかいくぐっている時だけだ、生きてることを実感するのは。人の死を見て生を感じるなんて、戦争を愛してやまない歴戦の兵士ってそういうものなの。なぜ連絡しなかった。無線機が壊れたの。マジか。こうして会えたからよかったじゃない。でもよく私が分かったわね。一度会った女は忘れない。やっぱり私に気があるのね。君のお尻に惹かれたんだ。お尻。へえ。最初は目で、今度はお尻、次はどこかしら。戦場では次を考えないほうが。何かっこいい感じのコツ。かっこいい感じでまとめたけどな今な。スネーク、うん、交渉はどうだ。またカットみたいなの入ったな。進展はない。何あれ。つまりあなたにかかってるわけね。とにかく奴らが核を撃つのを食い止めるしかない。オーケー。方法は2つ。メタルギアを破壊するか。そう。起爆コードを解除するか。ベイカー社長から鍵を預かってるな。もっとそんなとこ。これね。鍵は3つあるはずだ、うん、これしか預かってないわ。残る2つはどこに。マジか。わからないけど、探さなきゃ。きっとどこかにあるはずよ。でも鍵がないとなると本体を破壊するしかないわ、ね、それでええんちゃう。メタルギアはこの北の地下整備基地にあるぞ、うん、私も連れてって。ここなら私の方が詳しい。みんなそれ言うな。君は実戦経験が少ない。足手まといにはならないわ。誓うわ。もしそうなったら構わず私を撃って。え、弾の無駄遣いはしない。かっこいい。分かった。蹴りは自分でつけるわ。弾の無駄遣いはしない。かっこいいね。私普通の女の子みたいに化粧なんてしない、うんうん、だから鏡に向かうなんて習慣もない。そういう女になるの嫌いだった。ずっと軍人になるのが夢だったの。でも違った。それは自分の夢じゃなかった。うん。私の父、小さい時に戦争で死んだの。親の意志を継いで。いいえ、軍人になれば死んだ父のことが理解できると思ったの。なるほどね。それで軍人に。今日までそう思っていた。でも今分かった。本当は自分を見るのが怖かっただけ。自分で生き方を決めるのが怖かったのよ。もう自分を偽りたくない。自分を見つめる勇気を持ちたい、うん、私が何者であるか、何ができるか、私が生きてきた人生は何だったのか確かめたい。よく見とけよ。しばらくは鏡は見られなくなるぞ。ええ。これは訓練ではない。生死をかけた戦いだ。ヒーローもヒロインもいない。負ければただの犬死にだ。ええ。かっこいいね。ファマス、あれがファマスね。あいにく弾切れよ。弾ならいくらでもあるぞ。デザートイーグル。デザートイーグル。偶然武器庫で見つけちゃった。後継は50アクションエキスプレス。装甲ピストルが置いてあったけど、こっちにしたの。いいね。俺のは残り物か。
その銃、いいセンスだ。女には出かすぎる。そういう時だけ女扱いする俺の45口径を使え。大丈夫、この銃なら8歳の時から使ってる。ブラジャーよりも付き合いが長いわに行くにはこのフロアの所長室を抜けなければいけない、うん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 、地上のルートは氷河で塞がれているの。所長室のセキュリティレベルは5。このカードで開く。ナイス。偶然兵士の服に入ってた。偶然すぎる。結構重要なところを警備していたらしい偶然にも程があるけども、ナイスやぞお前さあ行きましょう。オッケー行こう。ここでは私が先輩よ私がポイントマンになるわ。ポイントマンね。ついてきて。死ぬな、それ。そのパターン、死ぬパターンやから、あんま言わんといてほしかったな。マグナム使いたかったな、あれ。デザートイーゴー使いたかったよな。なに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 ？変ね。見張りがいないわ。ああ、ねえ。サイレンかと思った。歌？私が警戒してるから、今のうちに装備を整えてね。おお、なに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 ？装備を整えてねって言ったな。なんでなんで？あ、オッケー、分かったか。じゃあレベル5のとこ行ったらいいんか。じゃあレベル5確かあったよな、もう1個ぐらい。ここやった。あ、これ6か。あ、ここは初めてちゃう。あ、ここ、ここ。ディアゼパム。ディアゼパム。あったあったあった、ディアゼパムあったぞ。精神安定剤、手の震えを一定時間止める？ほう、よう分からんけど。なんかすごいアイテム取ったで。バレット、あ、まあ、ナイトビジョンゴーグル。おう、暗視ゴーグルってことね。これか、ナイトビジョンゴーグル。おう、いや。サームゴーグル、ナイトビジョンゴーグル。まあいいや、とりあえず、レベル5にして、オッケー。で、あと空いてないところは確かなかったよね。これ4やろ？これは？お、これ新しい？やった、なんかいっぱいあるやんか。ニキータとかいっぱいあるやん。総合バレット。よし！これで準備 OK でしょう。話しかけたらいいか？あとも勝手に行くんかな、ここで。これ。ん？スネーク、そっちはダメ。あ、そっちダメ。ごめん。所長室に行きましょう。所長室に行ってね。あ、ここか。OK、了解。すまん。完全に見失ってた、私を。さあ、所長室来たで。ボス来るか？これまた。先輩、頼むで。頭が。何、どうした。クラウドか、お前は。来ないですね、くん。あ？何？どこ、これ。大丈夫か。ん？どうした？精神攻撃受けてんな。行くわ。え？なに？どうぞ、フォックスハウンドの旦那。え？所長がお待ちよ。操られてる、これ。え？なんで、主観したらなんかこいつの視点なんねんけど。三角押したら主観になるんですけど、この視線なんねんけど、なんで、まあいいや、行きましょう。所長がお待ちやぞ。お前大丈夫か？裏切るやろ、絶対に。裏切るっていうか、操られてるやろ、お前。所長。ねえ、定位置行ったんか？定位置行ってからのそれね、オッケー。やっぱりゾウ来たか。え、これ戦うんじゃう？スネーク。おう。私のこと。え、これ。ねえ、好き。後ろ。メリル、後ろ。どうした？そいつやぞ。そいつや、犯人は。ここで電話です！CM か、え？バキューンって言わんかった今。スネーク、
メリルは正気じゃないんだ。はい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 、武器を使うな。オッケーオッケーオッケー。サイコマンティスよ、彼がメリルさんを操ってるんだわ。あーなるほど。その歌、彼の洗脳ミュージックなのよ。オッケーオッケーオッケー。武器は使うな、気絶させるんだ。了解。撃たれてん。でも一回ね、今俺明らかにね撃たれたと思うねんけど、いくで見ときや。撃たれたな撃たれたな今。やば、ほらボケ。おい、アイゴちゃんボケ。ほらボケ。こいつをやった方がいいんか、こいつこいつ。てててててて、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつこいつ。当たらん、当たらん、当たらんね。ちょっと待って、あれ取らして。レーション、レーションないかな。ファマス、ファマス。弾使うな言うてんのに、弾とか武器使うな言うてたのにな。こういうの置いてるあたり。おお、気絶してる、気絶してる。どうしたどうしたどうした。役に立たん女だ。ダメだし。ステルス迷彩か。うんうんうん。手品の種はいつも幼稚なものだ。かっこいいな。俺の力を信じてないな。宗教か。世界最高のリーディング能力と最高記念。こいつかこいつか。今からお前に見せてやる。いや、声に出す必要はないスネーク。俺はサイコマンティス。サイコマンティス。そうだ、これには種はない。うんうん、正真正銘の力だ。無駄だ、言っただろ。貴様の心は全て読める。読めるから避けれるってことか、もしかして。よくある。貴様の性格を当ててやろう。いや、そんなんいらん、そんなんいらん。うん。貴様の過去と言うべきだ。いいから、いいから。戦おう、はよ。大雑把な性格だな。しかし戦闘が得意のようだ。まさに肉体だ。適当に言うと当たるやろそれ。トラップに関しても用心深い。まだ信じない。いや今のじゃ信じれないっすわ。貴様の趣味を。適当に言うと当たるやろ今の。昔ちっちゃい動物飼ってましたよね、あなた言うてるようなもんやでそれ。何もないようだ。貴様の記憶は空っぽ。何こいつ、ペテンシーやんけ、ただの。セーブを怠ってるよ。セーブを怠ってるよ。大胆なようだ。どうだ、貴様のことは手に取るようにわかる。そうか、俺結構セーブする派やで。まだ信じないようだな。しつこ。俺の念力を見せてやろう。床の上にコントローラーを置きます。いいか、置いてます。できるだけ、できる、はいはいはい、机の上にじゃあ今から置きます。はいはい、置きました。いくぞ。はい、今からそのコントローラーを俺が。マジで、マジで、マジで、すげえすげえすげえ。動かないっす。俺の力が分かっただろう。ごめん、バイブ切ってるからかな、動かへんかった。ごめんごめん。はい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 。こいつギャグやんけ。バックマンランド。え、おい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 、せこい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 。ビデオって出てんけど、これゲームか、どっちどっちどっち。いや、さすがにビデオって出ないはずやぞ。せこい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 。こいつマジセコいやないか。あ、わかったわかったわかった。俺だろ。違うか。これや、絶対これや、絶対これや。ちゃう？ちゃうかな、ちゃうかな。あ、銃撃っていいか、銃撃っていいか。おい、あいつセコいな、ビデオに変えやがって勝手によ。こっちは HDMI やぞ、言っとくけど。おい、もうコンポジットちゃうねんぞ、今の時代は。ちょっと見えにくい、見えにくい、さすがに見えにくすぎる。HDMI やから見えるんじゃ、こっちはよ。どこ行ってん、クソクソクソ。うわー、サイコキネシスすぎる、山田の術すぎる、それはさすがに。痛い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 、山田ー、山田やなお前。痛い痛い痛い、どうやったらいいね、どうやったらいいね、じゃあ教えてくれ教えてくれ。無駄フェーン。あ、絶対当たらん、絶対当たらん。これ絶対当たらんやつ多いな最近。殴ってみようか。待て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 、死ぬ。まあ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 、なんかあったやろ、なんかあったやろ、なんかあったやろ。手の震えを関係ないか。どうするどうするどうする。あかん、当たらん当たらん当たらん。
当たるんかい。何も分からへんのお前。当たるんかい。どっちやねん、当たるのか当たるのか、はっきりせえや。わかんねえ。おい、どうしたらええねや、これ。絶対勝てへんやないか。全く分からへんぞ。スネーク言うて、電話出る。うん。スネーク。そうそう、正気じゃない。武器使うな言われるやろ。武器使ったらあかんやろ。で、ケルナグール行くで。ケルナグール。消え誘う。とりあえず消え誘う。おいおい、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 おい。どうや。これでも殺したらあかんねやんな、多分。大丈夫？めちゃめちゃ殴りまくってるけど、俺。あ、オッケー。よし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 。ほんで、え、これどうしたいのマジで。全く勝てる気せへんねんけど。これなんかよくわからん茶番が行われるやろ。これね。茶番ね、茶番。茶番は終わらして、で、来た、ブラックアウト来て、で、これビデオじゃなかったよ、見たら。見て、ヒデオやで、これよ、見たら。ヒデオって書いてた右上。おー、なんか電話なになになに、電話さっきあったか。分かったぞ。おうおうおう、コントローラー端子だ。何言ってんの。コントローラーをコントローラー端子2に刺すんだ。はあ、はあはあ、そうすればやつは君の操作が読めなくなる。何言ってはんの、何言ってはんの。ちょ何やねん、コントローラー端子って。お前どんだけゲーム的やねん。大輝さんむちゃくちゃ言ってんなお前。分かったぞ。コントローラー端子だ。何やねんそれ。コントローラーをコントローラー端子2に刺すんだ。うんうんうん、そうすればやつは君の操作が読めなくなる。え、ちょ、コントローラーじゃあ痛恨使ったらいいってこと。ちょっと待って、痛恨出すな今から。これデュアルショックやから、だから2が光ったんやね。多分普通にやったらこれ2光るから、もう1個出して、オッケーオッケー。これ操作できる。これでいってみようか。何やねんそれ、わけわからへんやんけ。どこ行った。ほらほら、当たったで。こういうこと、嘘やろ。痛い。全然食らってるけど、いけんの。いけるやん。ちょ待って、まあまあ山田やろ。まずちょっと待って、レーションセットして農用物とか出てる。これ何、手の震えの。こうやろ、これ当たんの、これ当たんの。ほら、オッケーオッケー、いけるぞ。待って、いけんじゃんこれ。当たる。何それ。俺の攻撃当たる。待って。これ痛いわ。ちょっと待ってよ、あんま食らうな。むずいな、こいつに当てるの自体がめちゃくちゃ難しい、普通に。当たれ。よし、オッケー。心が読めんって言った今。なんやねんその仕様よ。どんな心が読めん。来た。これよう見て右上、ヒデオやねん。これね、ゲーム作った人小島ヒデオさんやから、そういうことやったんやこれ。待って、死ぬ。あったやろ確かな。待てよ。弾欲しいな。メドキャットして、ハマスか。あ、そうか、あれでしょ。どけた。勝てるぞ。おい、ほら、当たる。で、点滅中は無敵。これ、横のやつ難しいね、このゲームね。よし、オッケー。これが読めんねん。パニックになってる。ちょ、これね、縦軸。あ、そう、しっかり。当たってないな。よし、半分。もう一回。難しいなぁ。めっちゃ難しい、このゲーム当てんの。よし。お、来た。どうした。うん。読めへんやろ、そら読めへんやろ。私は今ニコンを使ってるんだよ、ニコン。よ、どういうことだよ、わからんけどな。おうおう、またかいな。いや、これ、あかんやん、カン、食らうやつや、これ。待てよ。打つな、オッケー。こんな、めちゃ変ねんけど、これ。メリル死なん、大丈夫？痛いな、お前、そういうラツかよ。ダブル攻撃か。めっちゃ減ってる。なんか、報復してる、まだ。まだ報復してる。頼む。ほら、気絶して。オッケー。うん。おう、褒めた、時に。
しかし貴様の弱点が分かる。ああ、ないない、言うてみ言うてみ。さあメリル、また操るのかいなお前。せこいせこい、さすがにそれはせこすぎる。やめて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 。あ、分かった、止めて。ほらほらほら、オッケー。よし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 。こいつせこいな。あとはやりたい放題。あとはやりたい放題な、オッケーオッケー。どこ行ったどこ行ったいつ。どこ行ったいつ。いていて。おい、なんかすごい。おい、せこいぞ。いていていて。うわー、当てれへんな、あいつ。あ、ファマス使うか。ファマスの弾いっぱいあるもんな。で、この辺にファマスのあれがあったから。これでいいんだよ。ほらほらほら。当たるこれ。当たんのね。いいだ。よし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 。オッケー。あ、攻撃パターン変わった？よっしゃー、勝った。なんか吹っ飛んでったよかった、勝てた。これでもうワンコン変えていい？お、電話電話。よかったー。あんたの命は何とか。ああ、結構なぶったけどな。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、ツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。